はい。皆さん、こんにちは。今日はですね、太陽の再生工場についての質問がですね、東北地方の方から多数寄せられていたので、お答えしようと思います。太陽の再生工場、もうですね、随分皆さんに見せるんで、がっつり再生していること、わかると思いますけど、今年はね、雨とか湿度がね、えー、高かったんで、例年に比べると、太陽の再生工場でも、ちょっとね、葉っぱが、 大きくなったりですね、茂ったりするのが、えー、若干遅いような気がします。ね、見てください。去年に比べるとね、やっぱこう、ウンベロアタももっとバーッと今の時期ですね、葉っぱ増えてたと思うし、えー、まあ涼しくなってくるとですね、元気にはなってくるんですけど、もうこれ以上ですね、一気に葉っぱがね、バーッとね、 増えてくるってことはね、あまりないと思います。ね、涼しくなってきましたよ。熊本もですね、今もですね、昼の12時過ぎなんですけど、今日はね、風が冷たいです。そして、見て、ウンベラータとかほら、ね、赤黒かったのが緑色に変わってきたでしょう。これぐらいですね、気候がですね、涼しくなってくると植物たちね、表情を変えてきてくれます。もうほとんどね、ほら、 赤茶色だった葉っぱがなくなったと思いません、ね。これ先週ぐらいまではね、赤かったと思いますよ。はい。そんな感じでですね。 東北、北海道地方、もうね、朝晩かなり涼しいというかですね、寒くなってきたところが多いみたいです。なのでですね、えー、社長、取り込むタイミングをですね、教えてくださいというコメントがですね、今日かなりの数来ていました。そうですね。えー、まずですね、太陽の再生工場で再生した植物たち、 寒さに弱い植物でもある程度ですね、耐性がついているので、まだまだ大丈夫だとは思います。霜に当たらない限りはですね、案外そのままにしていてもですね、大丈夫なんですけど、まあ、僕はですね、熊本に住んでいるので、えー、東北、北海道のですね、極端な寒さ、このね、急激な寒暖差っていうのはですね、よくわからないので、 えー、心配な方はですね、もう今の時期ぐらいからぼちぼちですね、室内に取り込んでいいんじゃないかなと思います。もう少し再生させたいなと思う方はですね、10度ですね、ちょっと不安な人は12度、12度がですね、最低気温を下回らないなら、まだ外に置いておいても大丈夫だと思います。ね、これは皆さんご自身の判断になってくるので、えー、今年はこれぐらいだった、来年はこれぐらいだったと言ってですね、 え、月日を重ねるごとにですね、どのくらいのタイミングで取り込めば、元気になるのかっていうのですね、わかるようになってくるので、え、いろいろですね、試してみてください。まあ、11月とかですね、もう本当 レード近くになってきたらですね、もう完璧に枯れてくるんで、こういうのはですね、やめてくださいね。ある程度のですね、皆さん肌感でですね、わかると思います。そして僕ですね、ウンベラータとかもぼちぼち取り込んでいますけど、去年ですね、えー、まあ、 僕はハウスを持っているから湿度がですね、あったり、えー、今スプリンクラーもね、中回っているんですけど、水がですね、こう水蒸気が多いとですね、葉っぱ逆に大きくなってですね、えー、育ってくれるっていうことをですね、実験したら分かったので、7割ぐらいですね、育った状態で、今ハウスの中にですね、ぼちぼち戻してあげています。ね、草刈りが終わったら、えー、9月のですね、中ぐらいにはですね、もうほとんどですね、今年は、えー、ハウスの中にですね、入れてあげようかな、 と思っています、えー、セフリージーとかもですね寒さに強いんですけど、えー、湿度があった方がですね今度はバーっとですね元気になってくるので、えー、入れてあげようかなと思いますエバーフレッシュもねすごいですよね、うん、外でですね乾燥気味で太陽の光を浴びてね育った 植物たち、ね、ゴツゴツとして、ピラピラピラーとね、小さい葉っぱをですね、たくさん出していますけど、えー、湿度とですね、えー、水蒸気がですね、混ざってきたら、今度は葉っぱ、ぐん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 ね、おっきく成長していってくれます。そうしたらですね、ハウス栽培だったら、おっきい葉っぱが数が少ないですけど、太陽の光を浴びて、 育った植物たちはですね、たくさんの葉っぱが大きい葉っぱに育ってきてくれます。これはですね、もう本当皆さんが太陽の再生工場、春ぐらいからですね、頑張って育てた人しか味わえないことです。おうちの中でもですね、えー、しっかり葉水とかをですね、やりながら育ててあげるとそういう風になってくると思うので、これもですね、皆さん自分の実験だと思ってですね、いろいろやってみてください。はい。 とにもかくにもですね、植物再生時期はですね、もう若干終わりです。まだまだですね、地域によっては今からですね、再生できるものもですね、たくさんありますので、えー、ギリギリですね、今傷んでしまったとかね、間違って外に出して焦がしちゃったという人はですね、まだ 大丈夫です。東北、北海道地方の方はですね、自分たちでちょっと肌感を感じながらやらないといけませんけど、他の地域はですね、まだ再生できないこともありません。ドラセナ系はちょっと厳しいかもしれません。成長が遅いからですね。フィカス系、シェフレラ系はですね、ある程度成長が早いので、もし傷んでいるという方はですね、今のうちから葉っぱをですね、カットして、 もう一度再生させてみてはいかがでしょうか。ね、ギリギリの状態になってきてからですね、やるとですね、冬越えするときに、えー、逆に弱ってしまうので、まだできる今のタイミングですね、1ヶ月するともうできなくなってくると思うので、まだまだ、えー、再生、やれてないという方はですね、今、チャレンジしてみてください。まあ、ここはですね、ご自身の判断なので、えー、やってみてください。 はい。ということでですね、東北、北海道地方はですね、かなり寒くなってきたということなので、えー、皆さん、再生した植物、しっかりですね、冬越えして、今度は室内で楽しめるようにですね、頑張って育ててみてください。じゃあ今回はこんなところで、バイバイ。